自分の個人的な欲求を満たすためでもいいし、うん、自分の周りの家族とか友達が豊かになるためでもいいし、社会絶対を豊かにするためでも何でもいいと思うんですけど。うん、よくあるこのメルマガの質問で一番多いのは、いや、企業したいんですけど、アイデアが浮かびませんみたいな。 もうなんか根本的にいろいろ終わってんなと思って企業って何かやりたいことがあるからやるもんじゃないのっていう、うん、だから企業が目的になっていてで何をやるのかは決まってないのに企業したいですみたいな。うん だと、企業のアイディアが浮かびませんっていうのはこれよくわかんなくて。はい、何なのそれ。だからそういう人が普段の生活を何の疑問も持たずに過ごしてると思うんですよ。不便だなとか困ってるなって思うことが何一つないんだとか。不便だと思ってんのに、それは当たり前だと思ってるっていうか、不便が当たり前だと思ってるっていうのかな。マスクをずっとし続けるみたいな。公共ランクしてるランナーとかがマスクして走ってたりとかさ。ああいうことかな そういう不便を全然不便だと思わない人がいるんだなと思って。 企業ってこうなったら便利だなとか、こうなったらいい社会になるなとか、そういうふうな感じでやる事業なんだけど、それがだから思いつかないんだろうね。今が当たり前で、この世界は前からこうで、今からもずっとこうだ。というふうに思ってんだと思うよ。例えばさ、かつて移動手段って車とかなくて、うん、馬とかが一番早かったわけじゃない、うん、それ以上の世界は想像できないっていうか、じゃあ江戸と大阪の間、うん、馬だと、うん 二三日かかるのかなでも、一時間で行けるようになりました。飛行機で。うん、そういう世界はやっぱ想像できないんだよ。だからより早く、より遠くへ、みたいな、こう、ことが、あんまり理解できないっていうか。ベースにあるのは、教養だったりするわけですよ。物理法則を知っていて、うん、こう、こういう化学物質があるんで、こういうことをやると、こういう風うに早く動けるようになるよね、とか、そういうアイディアが浮かんでこないというか。 だからそういう風うに考えると、より便利になって、より楽しいことって多分いっぱいあるはずなんだけど、全然そういう風うに思わないね。自分の個人的な欲求を満たすためでもいいし、自分の周りの家族とか友達がこう、豊かになるためでもいいし、社会絶対を豊かにするためでも、別にちっちゃいことから大きいことまで何でもいいと思うんですけど、 そんな割と身近なことでもいいわけですよね。まあ、そう考えたら、いろいろやることあると思うんだよな。しかも思いつきだったりするからね。こう、こういう会話の中で思いついたりするから、まあ、一晩ぐらいは寝かせるけど、うん、一晩寝かして、まあ大丈夫かなと思ったら、まあ大体大丈夫だよね。で、また自分の時間どれだけ使うかっていうのは、僕の場合は考えるけど、何もやってない人は自分の時間全部使ってもいいんじゃないのう,ん、もうはい。そういうことです。